リオン歴史地区リオン歴史地区はフランス南東部メトロポールドリオンの県庁所在地リオン市内西部に位置するソーヌ川沿いにある石畳の街並みの残る旧市街からクロワルースにかけての地区で1998年12月ユネスコの世界遺産に登録されたベルクール広場はロール川とソーヌ川に挟まれた市の中心部にあるヨーロッパで最も大きな広場の一つで 東西300メートル、南北200メートルの長方形。1715年以来、周囲をマロニエ並木と道路で縁取られている。様々なイベントの会場にもなる。地下は駐車場になっている。中央には、ルイ14世像が立ち、南東隅には、リヨン市の旅行者向けインフォメーションセンターが、それと、大正市の南西宮には、同系の建物があり。 絵やポスターの展覧会等の催し物が不定期に開催される。また、日曜日には、広場の南西宮に小さな切手市が立ち、ペット紙や子犬の里親探しが共催されることもある。広場の南西宮、道路を挟んで西側には、星の王子様と作者のサンテグジュペリの像が立っており、そこから遠くないところに、サンテグジュペリが生まれたアパルトマンがある。広場東編は、 地下鉄 A 線が、南辺は、D 線が走っており、両線の乗り換え駅である。D 線入り口の南側には、中央郵便局があり、その向かい側が、アントワーヌ・ポンセ広場である。サンジャン大聖堂、サンジャン大聖堂は、フルビエールの丘のふもとにある死郷座聖堂。1180年から1480年にかけて、建設された。1600年。 フランス王アンリ4世がマリー・ド・メディシスと結婚式を挙げたとされている。市中のほとんどの場所から見ることができるフルビエールの丘。頂上にはノートルダム大聖堂がそびえ立ち、近くにはフランス国内最大級の古代ローマ劇場遺跡がある。ロゼール庭園は旧市街とフルビエール大聖堂の間に位置する2万5000平方メートルの庭園。テロ広場は 視聴者横にある広場でフレデリク・バルトル・ディ作の噴水がある。夜にはたくさんの噴水がイルミネーションで飾られる。通りを隔てた反対側にはリヨン美術館がある。サン・ニジエ教会は14世紀から15世紀にかけて建設された。クロワルースは古くから絹織物の盛んな地区で食器向けの高い天井を持った建物が立ち並ぶ。トラブールと呼ばれる。 小さな通路がそこかしこに見られるが、絹織物を運ぶ途中でデザインを盗用されないよう、人目を避けるために作られたとされる。また、迷路のようなトラブルを持つ、この地区は、第二次世界大戦中、レジスタンスの活動の場としても使われた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。